上流もいっぱいだったんで今日はこの場所にします。濃密放流区はその橋の下までなんですよね。なんでそこからすぐ上で、ここも本当に有名なポイントなんで、多分今日も何人かは絶対入っておられると思うんですけどね。今時間が3時40分、今からの夕まずめタイム、5匹は釣りたいなということで、釣れたらいいですね。頑張ります。はしごどこや、親切にはしごがあります。よし、ここも桜の木なんで、これ咲いたら綺麗でしょうね。桜を見ながら釣りができる、最高ですね。ちょっとこのポイント多分僕2回目かもしれんね。まあ今の時期はもうやっぱりどこでもね、人は入っておられます。で、特に朝一は別なんですけど、やっぱりこういう時間、今なんかもう夕方ですよね、そんな時間に僕は来てるんでそらふざけんなよって感じでね、多分みんな入られた後です。ただこの時期は夕まずめいいんですよ。いい理由っていうのは、水温が上がって虫が、特に夕まずめの時間は結構虫が飛びまくります。なのでそれを捕食する魚のスイッチが入って、毛針をバコバコ食べる、はい、そんな感じです。虫飛んでますね。約2時間ぐらい時間はあるんで、でもう少し上は人が入られてたんで、本当に、お出た出た、ええぞこの場所いきなりや、食ってきよった、もう一回来い。このフロロのワカサギ用のリーダー 0.8 でピンク色、今日初めてこれに変えたんですけど、魚が今チョイスしましたね。多分関係なしにピンクでもオレンジでも釣果は変わらないと思います。でやっぱり見た目も分かりやすいんで、もう今度から僕このワカサギ用のフロロの 0.8 を使おうかな。で今回買ったんで多分 30m はあるんで、うん、で結構見やすい、うん、で魚も今普通に出てくれたんで釣れると思います。釣れてないけどいやー、今でもいきなり釣れかけたんですけどめっちゃ足当たる今日の足跡やで。あれ本当に魚影は濃い川なんで、どこでも魚はいるんですけど、あとはもう人が入られた直後かどうか。本当に釣りたいのであれば朝一に人が入られてないポイントに行けば確実でしょうけど、僕みたいにこんな3時頃に来てたらそれは人入ってるでみたいな。違うんですよ、夕まずめはすごいんですっていうのを今日もお見せできたらいいと思うんですけど、難しそうですいやでもこの場所って本当に、これ上多分桜なんで最強ですね。もうちょっとしたら、今日は3月の後半なんで、まだ雪残ってますからね、少しだけ橋の方には。さすがクタです。でもう虫を結構意識しだしてきてるん で特に今夕まずめ狙いは本当に虫が飛んでる想定できてるんで、もう基本流す位置はもうトップですね。本当の表層、ほっといたら沈んでいくんで、表層を流れるようにちょっと竿の角度を立ててやる、じゃあ表層流れてくれます。でこの前さすがに6時過ぎまで釣ってたら、もう帰りが真っ暗だったんで真っ暗の中林道を歩いて、もう怖がりな僕はめっちゃ怖かったんで、もうちょっと早く終わった方がいいですよね僕はまだ車まで戻るんで前日も昨日かな、すごい人が多かったって言われてたんで、結構入られてそうですね。ただそんなの関係ねえですよね。夕まずめパワーはそんな
ちょっとしたことで釣れなくなるようなもんじゃない。魚のスイッチが入ったらこっちのもんです。もう本当に人が1時間前に入ってようが1分前に入ってようが、もうスイッチ入ったら絶対釣れますこれ釣れなかったらカットしよう。スイッチ入らへんかなっていうか、まず1匹釣りたいんだけどまず1匹は釣らしてえな。あまちゃん、この場所は多分今から深みがあっていいポイントになってくるんで、今からです。今はラインに当たりが来た。ああ、今も2回食いよったね。しまった。ちっちゃいと思うけど、今の当たりは。今はラインに当たりが来ました。で、ちょっと毛針を沈めてて、で食いよった。おそらく15センチぐらいじゃないかな。こうなったら大きいの釣ろう。一匹超すんやめっちゃいい場所やけど、良すぎるん違うやろか来た。お、あそこおる、そこおる。こいつ食いよるで。さあ来い、食え。あんまり流しすぎるとダメなんで。うわ、引き返しよった。やばいな。もう真ん中の底の泡が流れてるところ、そこで待っとる。ただ最初のチャンスをしくったお今もギラッと来た。今一瞬食いよったね。多分今のはちっちゃいぞ。ここ面白そうですね。お、おっしゃ、かかったここ結構ライズが出そうな場所で、よいしょと。うわ、これはまた綺麗。こういうところは本当にじーっとして何回も竿を落としてもライズが結構出るんですね。ということで、このワカサギのリーダー全然釣れますようやく証明できたぞ。ワカサギのリーダーいいな。こういうプールになってるところは本当にユーマ詰めバコバコ釣ることが多いです。なんで下手にこうバーってね動き回るより、ここだけで同じところを何回も毛針を流してる方が釣れることだってあると思います。まあ魚が溜まってたらですけど、で、あと虫がポンポンね飛んでたら、釣れても釣れても魚はどんどんライズしだすんで、今まだライズはしてないんで、今来よったね。水中でバレたけどああ今も来た。ちょっとちっちゃいな。なんでもうスイッチが入りかけですよね、ああいうやつは。お、来た。おっしゃー、バレたそうそう、向こう今ライズしよった。だからこれがユーマ詰めなんですね。だからこの北側でも本当にこういう堰堤とか深い場所結構あるんで、もうユーマ詰めはその一個の場所。おー今来た。あーで粘るのも惜しい。また来た。結構釣果につながるかもしれないですね。もう今ももう近くまで来て、なんやこいつ毛針かみたいな。でももっと虫がポンポン飛んだらもう疑わずにバクっていくんで、まだスイッチは。お、惜しい、今ジャンプしちゃったおんなじ場所ですよ、僕ずっと同じ場所でこうやってやってるだけなんですけど。お、あー、これだけ当たりが出てくる。もうそうなると動き回るんが嫌ですよねお、おっしゃ、釣れた釣れた釣れた。これがユーマ詰めパワー。
まあまあでかいぞ。でかい。でかいのこいつ。いいサイズが来てくれました。ライズゲームですね。もう夕方の。うわ、でか。25ぐらいありそうですね、これ。で、ヒレピンピン。でか。これはいいアマゴ。で、結構ユーマズメの特徴っていうのは、大きいのが結構出るんで、めちゃめちゃでかい。もっと釣ろう。動かずに釣ろう。で、まだ3月なんでね、まだ早いんですけど、本当にあと2週間くらいしたら、こんなもんじゃないと思います。お、今もちっちゃいのが。バレた。あ、でも、こうやって虫が、ちっちゃい虫ですけど、もうちょっと大きい虫が飛び出したらいいんですけど、まあ、結構小さめの虫なんで、で、僕の毛針よりだいぶ小さいんですよね。今日はそこまでいないですけど、もうちょっと薄暗くなったらもっと反応すると思います。お、出た。あいつがミスしたんちゃう。今のまあまあの大きさや。楽しいな。これがライズゲーム。じーっとこうやって同じところを投げてるだけで、虫があちこち着水してくれるんですよね。なのでそれが活性剤になって、僕の毛針もこれ虫かいみたいな。さっきまで怪しいと思ってたのに、これ虫やろみたいな。で、口を使ってくれる。もうちょっと粘ろうか。まだいい場所いっぱいあるんで。お、来た。かからへんかった。あいつさっきのやつちゃうかな。もう一回来るやろ。もう今日はライズゲームですね。今日の題はライズゲーム。やってたらまだ釣れそうやけど、他の場所も見てみたいし。お、食え。あ、いっぱいいるぞ、ここ魚。ここ後でまた来たら絶対釣れるやろな。動き回るよりもこういう場所で粘る方がいい時もあるんで、まあでも今日はいろんな場所を見たいんで攻めよう。もう少し上の園庭は人がおられたんで、後で今の場所戻ろうか。じーっとあそこで釣っとこうかな。おー、釣れた。釣れた。釣れたぞ。食ってくれたぞ。ありがとう。ちょっとかわいそうと思いよったやろな。余計なお世話じゃ。よいしょ。これもピンピン。これも反転は薄いな。あ、ちょっとちょっと。あれ、どっか行った。逃げた。自動リリースやぞ。めちゃめちゃ綺麗な吹きのと。ちょっとね、最初のライズゲームの深みの場所に戻ってきました。今日もおそらく入られてると思うんで、あまりいい場所でも反応しなかったんで、まあ、そうやって動き回るよりも、今5時半、もうあと30分。なんとかね、そこでライズゲームで楽な釣りをして、あと1匹、30分で釣りたいなと思います。頼むぞ。そこです。その深み。もうちょっと大きい虫が飛んだらいいんですけど、今めちゃめちゃ虫は飛んでるんやけど、虫がね全部ちっちゃいんですよね。ライズゲーム2回戦スタート。カーン。お、来た。あー、惜しい。やっぱり来よったぞ。あと1匹やな、これは。この活性やったらあと1匹釣ろう。もうあと20分間投げ続けてやろう。わーっと、釣れた。やっぱりライズゲームや。ナイスライズゲーム。釣れたぞ。
楽な釣りやな。夕方はライズゲーム。ぽっちゃりした綺麗な孫ピンピン、さまよい歩くよりもこっちの方が絶対確率は高いぞ。あと一匹頼む。お、来た。今のはミスや、僕の。うわ、今のは微妙に針に当たったかな。まあまあのサイズやったぞ。ちょっと合わせ早かったんかな、今の魚が見えてただけに。そこからね、魚が出てくるんで、スーってずーっと見えてるんですよね。うわー、今のは釣れてたな。おーし、くえ、あーめっちゃこいつ体になすりつけていきよった。本当に、おっと、あー釣れてた。うわ、うわ、針がかりしたのに大きいの逃げていきやがった。はい、今の時間は6時前です。今からのシーズンは本当にこの夕まずめになると大きいね、ケバリと一緒ぐらいの虫がもうポン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 水面に着地したり飛んだりっていうのを繰り返します。でその時にもうあちこちでもう魚がライズしてるはずです。まだ今日はちょこちょこしかライズしてなかったんで、まあ、それでもここで多分3匹ぐらいは釣れたと思います。なのでこれから本当にこういう夕まずめのこういうね場所でもうじっとして毛針をひたすら落としとく、もうそれだけでひょっとしたらすごい釣果に巡り合えるかもしれません。まさに今の時期限定の夕まずめのライズゲームですね。これから虫はもっともっと飛ぶと思うんで、ライズも本番になると思います。なので皆様もね、ぜひそういう時間に毛針を落とす機会があれば、こういうところにポチョンと落とすと魚がバクーっていくかもしれません。めちゃめちゃしょぼい釣果3匹で1匹は逃げられたんですけど、実際釣れたのは4匹ぐらいかな。もう1匹5匹は釣りたかったけど、でもまあ25センチぐらいのが1匹釣れたんで今日は満足です。2時間ぐらいでね、まあ、5匹釣れたらいいのかなと思います。まあ3匹ですけど今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。